ということで、まさやんのひとりごとチャンネルにようこそということで、今回はリズム練習してもいざフレーズを弾くときに忘れちゃう問題、皆さんあまりこう興味を示してもらえないリズム練習なんですけども、前回、メトロノームに対して、ね、メトロノームピッピッってなってるときにこうブラッシングで弾いてもらうレッスンをね、まず最初にするんですけども、ほとんどもう 97% の人がジャピジャピってなるって話を、前回お話ししたんですけども、で、まあ、そうやってねリズムトレーニングの世界にこう入っていくわけなんですが、そのリズムトレーニングってね、 今から僕はリズムトレーニングをするぞと思ってリズムトレーニングしてる時は、その当然リズムにめちゃめちゃ意識がいってるわけなんで、良いリズムで弾けてる場合が多いです。ですが、じゃあ別のね課題やってみましょうって言って、例えばじゃあ実際のねフレーズとかね、ちょっと出しましょうかね。感じで普通のフレーズを弾くときっていうのが、まあ、メトロノームを鳴らして練習してもらったりするんですけども、ここでねフレーズの方に意識が行きすぎてリズムがねいいフィーリングが出なかったりする方が結構いらっしゃいます。なので普通の練習、普通のこういわゆるとか、フレーズであったり、そのね、フレーズだったり、フレーズばかりですけども、弾く場合、まあそれ実際のね曲でもそうですよね。誰かのアーティストの曲を弾くときとかもそうなんですが、常にリズムは気にしましょう。で、ギターを弾く以上は、まあそのなんかね、どういう風に弾いたらどういう音が鳴るとかっていう、まあその指板の把握とか、例えばね、例えばちょっと今ハーモニックマイナーを弾いてみたんですけども、ハーモニックマイナーってどういう響きだろうと思っていろいろ試してみる。とかって、どういう音が鳴るかなって試してみるときとかはね、その音の面を集中して、弾いていってるので特にリズムは気にしなくていいんですけども、実際リズムに乗ったものを想定しているもの、まあ、実際の曲のフレーズだったりとか、アドリブソロのフレーズであるとかっていうのを練習するときは、これはもうリズム練習も含んでおりますので、ただ単にこう指がね、そのフレーズの指通り、運指通り弾けたりとか、ピックが弦に当たったりとかっていうレベルではなく、しっかりこれも、リズムトレーニングだというふうに、意識して練習してもらうと、さらにギターが上手くなるんじゃないかなと思います。ちょっと同じこと何回も言ってるかもしれないですけども、だからリズムトレーニングの時だけリズムを意識するわけじゃなくて、もう常日頃、もうなんだギター弾いてない時も、音楽聴いてる時も、例えばこの曲は4拍子なのかね、特にリズムとって皆さん音楽聴いてますか？例えばよく聴いたらね3拍子とかってあるんですよ。意識せずに、ふふふふんって聞いてて、で、実際リズム数えてみたら、1、2、3、1、2、3、1、2、3、3拍子やんみたいな感じであったりします。で、特によくあるのが、跳ねてるのと跳ねてないのを、なんか無意識に聞き流してるケースですね。たっ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 て、イーブンの8ビートと、この跳ね。これが結構曖昧になってる方が多いので、この辺もギター弾くときだけじゃないですけども、音楽聴きながら、これはまあ、例えばね、この8分音符のフィールであったりとか、ちょっと16のフィールが入ってるとか、そういうどういうリズムの感じになってるのかっていうのも一緒に意識するといいですね。で、実際まあ、ギターやられてる方だったら、ギターのフレーズのリズムをできたらね、ちょっと難しいかもしれないですけど、音符化し、頭の中でどういう音符で弾かれてるのかっていうのを作ってみるっていうのを
やってみるとさらにリズム感が良くなると思います。ということで、日頃のギターね、練習する日頃の、時のリズムの向き合い方、または音楽聴く時のリズムの向き合い方、ちょっとここまで話するつもりなかったんですけども、いろいろおひれがついてしまってこんなに長くなってしまいました。ということで、今回は以上で終わりたいと思います。よかったらコメント残してください。よかったと思ったら高評価、悪かったと思ったら低評価ね。これ前も話しましたけど、もう悪かったと思ったら低評価って言ったら低評価が結構増えるっていうね、面白い現象が起きてますんで、まあここは厳しくジャッジしてみてください。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではバイバイ。